ご紹介ありがとうございます。新潟大学大学院歯学総合研究科の奥田と申します。本日はパスウェイデータベースについて講習するということで、始めたいと思います。私自身は先ほどご紹介していただいたみたいに、いわゆるオミクスデータ全般を、バイオインフォマティクスっていう形で解析しているんですが、その中でパスウェイのデータベース解析、パスウェイデータの解析っていうことも、よく行っていますので、そういう、解析の紹介、解析手法とパスウェイデータベースの使い方の紹介ということになります。で、本日ご紹介するデータベースの中に KEGG というのがあるんですが、その KEGG というデータベースの開発に一時期携わっていましたので、そういう部分も含めて、この回を担当するということになりました。よろしくお願いいたします。でまず今回この講習をするにあたって、事前アンケートというのを、取っていただいているんですけれども、パスウェイ関連のデータベースを使ったことがありますかというアンケートと、その今もちょっとご紹介しましたが KEGG というデータベース、これもパスウェイのデータベースなんですけれども、これを使ったことがありますかというアンケートを取っていただいているんですが、ここにあるように、実際パスウェイ関連のデータベースを使ったことがありますかという質問ではこの一番大きなエリア、これが使う予定はすぐにはないが使い方は覚えたいということで、特にその使ったことがあるかどうかという意味ではあまりご経験のない方が多いのかなと思います。またさらに KEGG っていうその中でも、得意的なその一つのデータベースを使ったことがあるかという部分でも、実際使ったことがあるという、知っているっていうようなことをお答えいただいている方の人数もだいぶ少ないようですので、基本的にはパスウェイデータベースというものがそもそもどういうものかというところから、進めていければなと思います。で、パスウェイデータベースというと、そのここに書かれてありますけれども、その生体内での遺伝子とかタンパク質とか、いろんな化学化合物等のその分子間相互作用というものを記述したものということになります。つまりいわゆるその代謝の経路ということになるわけですが、そういうものをコンピューター上で扱えるように、電子化したものを、パスウェイデータベースとよく呼んでいます。で、ここにはですね、歴史的には代謝経路の表現から始まって、今のロッシュっていう会社が昔そのベーリンガーマンハイムっていう会社だったわけですが、その会社が代謝マップっていうのを1965年ぐらい、だいぶ古いですが、その当時からそういうものを考えてデータベースにしていくっていうようなアプローチを取っていたというようなものから始まっていると、よく言われているということです。で、現状ではそれが電子化されていますので、インターネット等を使って見ることができるようになるということです。で、例えばですが、インターネット上でですね、ロッシュとか、代謝マップみたいなんで検索してもらうと、ロッシュですね、この一番上に出てくるこれを、ロッシュバイオケミカルパスウェイズっていうのが、出てくるかと思うんですが、これが資料にも入れてありますよ、ありますが、もともと一番古い代謝マップと言われているものになります。で、このエクスプローラー・ザ・パスウェイズというところを押していくと、ちょっと最初すごく大きな拡大になってますけど、このコントローラーのところで、ちょっとずつ小さくしてやったら、どんなものかっていうのが見えるかと思います。で、このようにそのいわゆる代謝系全体をこれだと絵として表しているわけですが、その流れが分かるような形でデータベースになっているということです。非常に細かくってたくさんのデータが載っているわけですが、これを例えばこの左上のところを押して、いろいろ
コントロールできるようになってるんですけれども、まあ、例えばサーチのところにグリコリシスとかまあ入れてやると、まあ、こう検索結果が出てきますが、まあ、これを1番のやつを選んであげると、まあ、ここですよというのがまあ出てきます。つまりこの全体の代謝系、大きなマップの中で、まあ、どの部分かっていうのが調べられるようなこういう機能はまあ備わっています。まあ、ここが代謝系回答系になっていますので、まあ、この下のこの丸いところが、まあ、TCA サイクルであろうというようなことがまあ分かるわけですが、まあ、こういうその大きな、代謝系全体をまとめたものっていうのが、まあ、現在でも作られているということです。で、まあ、ちょっと戻りますけれども、で、まあ、そういうその計算機上で、まあ、代謝系を表現する、で、まあ、可視化するっていうようなことが、まあ、できるようになっています。で、まあ、そういうのを、まあ、パスウェイと呼んでいて、まあ、それを使って解析するのを、まあ、パスウェイ解析というようになっています。で、まあ、そこで何ができるかというと、まあ、この下にちょっと書いてありますけれども、まあ、ゲノムのアノテーションとか主観比較とか、まあ、進化解析あるいは、遺伝子発現等のエンリッチメント解析、このエンリッチメント解析っていう、部分に関して言うと先ほどの、セミナーの最後にちょっとデイビッドで、解析できますよという紹介がちらっとありましたが、まあ、そういうそれ もうこのエンリッチメント解析に分類されるようなものです。まあ、あるいは代謝系をシミュレーションするとか、まあ、そういうようなことがこういうデータベースを使うとできるようになるということになります。で、まあ、これは今紹介したやつですね。で、パスウェイデータベースを見るときに、代表的なその表現の仕方というのがありまして、まあ、基本的にはこのダイアグラムで表現されてますと書いてありますが、この下の図にあるように四角と丸と、まあ、矢印のようなもので、表現するっていうのが一般的です。で、まあ、ここではケッグパスウェイというその代表的なパスウェイデータベースでの表現例っていうのをまあ書いてありますが、代謝パスウェイ上の代謝産物、まあ化合物ですね。でこれがノード、あるいは酵素反応、そのはまあエッジっていうその、まあ、呼び方ですけど、まあ、そういうような呼び方をしますと。であるいはまあ、制御系の場合はタンパク質や遺伝子その他の小分子をノードっていうような形で扱うっていうことなんですが、まあ、単純にこの四角が酵素だった場合に丸が化合物で代謝されていくと、矢印の方向に向かって反応が進むっていうような解釈になります。まあ、二股に分かれているものもあれば直線的に進んでいくものもあると。で制御系みたいな話になるとちょっとこの矢印の形が普通の矢印とこの止める形の矢印になっていて、発現を止める、抑制する方向に働く、制御をする、あるいは活性化させる、あるいはプラス P みたいなのが書いてあれば、まあ、リン酸化するっていうようなことが、まあ、パッと見て分かるような形で、まあ、絵としてグラフとして表現されていると。基本的には、世界中のパスウェイデータベースとされているものは、まあ、ほぼこういう形で表現されていることがほとんどだと思います。で、まあ、ちょっとここは情報学的な話になりますが、まあ、パスウェイデータベースを表現するための、まあ、データ形式っていうのがいくつかあって、まあ、いわゆる XML っていうもので記述されているっていうことが多いんですけれど、先ほどから紹介している KEG っていうのであれば、まあ、KGML っていうその 特殊な KEG 専用の XML というもので、まあ、表現されています。他にも、まあ、SBML っていうのがあったりとか、まあ、セル ML、CSML とかも書いてありますけれども、こういうちょっとシミュレーションとかモデリングとか専用の、まあ、表現の仕方みたいなのも、まあ、あります。で PSIMI っていうプロテオミクススタンダードイニシアチブモレキュラーインタラクション XML っていうのは、まあ、プロテオームのデータを扱うときによく使われているもので、まあ、相互作用を表現するフォーマットですよと。でもう一つバイオパックスっていうのも書いてありますけれど、まあ、このバイオパックスっていう形のパスウェイデータを扱うと、他の
データベースで使われているようなものと、まあ、一緒にして扱うことができるようになりますので、まあ、若干難しいんですが、まあ、コンピューターでいろいろできる人にとっては、まあ、こういう形式でパスウェイデータを扱うというようなことも可能になっています。で、まあ、そういうのを使うときに、サイトスケープとかビジアントとか、まあ、可視化ツールがありますので、まあ、そういうのを使いながら、パスウェイを見るということができるんですが、まあ、その、まあ、講習の内容というのが、まあ、この AJAX 講習会の58番の講習で、すでにありますので、サイトスケープを使ったデータの可視化っていうのも、まあ、ご興味あれば過去の講習会の資料やビデオを見ていただければと思います。で、まあ、こういうその、まあ、いろんなフォーマットで書かれてあるデータなんですが、まあ、基本的にはウェブブラウザ上で、取り扱うことができるようになっていますので、まあ、その扱い方っていうのを、まあ、特に KEG っていうデータベースを中心にご紹介しようと思います。でその前に、その KEG の前にですね、そのパスウェイデータベースとして、世の中にいくつかあるものの、一つとしてこのバイオサイクというものがあります。URL はまあこうなってますし、Google とかでバイオサイクと引いていただければ出てくるかと思うんですが、まあ、アメリカで作られていて、まあ、スタンフォード大学で作られてるんですけれども、大腸菌とか人とか、まあ、いろんな生き物の、データを扱えるパスウェイデータベースで、まあ、専門家が手作業で作成した文献ベースのデータと書いてありますが、このパスウェイの情報を、まあ、専門家が集めて、どういう経路があるかっていうことがまとめられているようなデータベースになっています。で、まあ、アカデミックフリーって書いてありますけれども、いわゆるこう研究で使う分には特に制限なく使えますよということになっていて、まあ、裏で動いているデータ形式がバイオパックスっていう形になってます。まあ、ちょっとこれも検索して見てみたらいいかと思うので、ちょっと検索をしてみましょう。で、バイオサイクと、まあ、Google で引くと、まあ、大体一番上に出てくると思うんですけれど、このバイオサイクパスウェイっていうのが、本体になります。で、まあ、こんな形でトップページが出てくるんですが、まあ、いろいろその検索をするであるとか、まあ、ゲノムの先ほども言ったように大腸菌から人までさまざまなゲノム情報も入っていますので、そういうのをまあ見ることができます。例えばこのメタボリズムのところのセルラーオーバービューっていうのを見ると、まあ、さっきとよく似た形の大きな絵が出てくるかと思うんですけれど、まあ、こういう形でたくさんのそのパスウェイの情報が一気に見えるような、まあ、オーバービューマップっていうのがまあ入っています。で、まあ、こういうのを見ながら、解析に利用していくということになります。まあ、今回はバイオサイクはあまり、深くは紹介しませんけれども、まあ、こういうパスウェイに対して、後で紹介するKEGと同じような形でいろんなマッピング等ができるようになるということになっています。で、もう一つ有名なパスウェイマップがこのリアクトームという、まあ、パスウェイデータベースなんですけれど、まあ、これもそのパスウェイのデータベースという意味ではまあ同じようなもので、まあ、どの酵素がまあどういう代謝をしていくかというデータが専門家の手によって収集されて、まあ、それが一つのデータベースとなっているっていうようなものになります。で、まあ、こちらはヨーロッパのグループが中心に作っているんですけれども、さらにこのリアクトームの特徴は人のデータを中心に集めていまして、まあ、脊椎動物とか酵母とかもあるんですが、まあ、基本的には人の代謝マップを中心にデータベース化しているというようなものになります。まあ、これもまあライセンス的にはフリーで使えますので、一度ご覧になっていただければと思います。これもちょっとだけ検索してみたいと思いますが、間違えた、まあ、リアクトームで検索して一番上にあるこのリアクトームパスウェイデータベースというやつです。
で、まあ、こういうサイト構成になっているわけですけれども、まあ、ここに Find Reactions Proteins Pathways となっています。まあ、検索の候補として、まあ、こんな感じの文字を入れたらどうですかっていう例も書いてくれてますが、まあ、こういうのをいろいろ入れていけばいいと思います。まあ、さっきと同じような感じでグライコリシスと入れてやると、まあ、そういう結果が出てきますので、まあ、その情報がこのようにまとめられているということです。で、これを押すと、このグライコリシスっていうものの、その、まあ、階層構造がまあこうなってますよと、こういう分類に基づいて、分類されてますと。で、まあ、これをクリックしてあげると、まあ、このようなそのパスウェイビューアーの絵が出てきまして、まあ、若干ちょっとロードするのに時間がかかっていますけれど、まあ、グライコリシスのパスウェイが出てきますと。でこういうふうにこう結構ダイナミックに検索等をしながら動かしながらまあ見ていきますよというような形になっています。でこれだと左側にいろんなカテゴリーが書いてありますけれども、まあ他のところ他のカテゴリーを選んでもらえると、また別のパスウェイを見るっていうようなことができるようになっています。でまあ、これもまあ 裏ではバイオパックス形式とか SBML 形式で保存されていますので、まあ、データ交換するであるとかシミュレーションに応用するとか、まあ、そういうことが一応できるような形にはなっています。まあ、皆さんあんまり使わないとは思うんですが、一応こういうデータベースもあるということですね。でここから KEGG っていうデータベースを紹介したいと思います。でまあ、KEGG っていうデータベースは、京都大学で開発されているので、まあ、日本初のデータベースになっているんですけれども、まあ、たくさんの先ほどのバイオサイクとかと同じで、そのゲノム配列が決まった生物種のデータはほとんど全部入っています。今だとまあ4000とか5000とか、ぐらいの生物種のデータがあって、まあ、その生き物のパスウェイの情報が見れるということなんですが、まあ、この KEGG パスウェイもその専門家がまあ手作業でパスウェイの情報を収集して、まあ先ほどから見ていたようなまあパスウェイマップっていうものをまあ作っていくということをまあデータベースとしてやっていると。で、まあ、そのデータベースパスウェイの情報にまあいろんな生き物のデータをマッピングするっていうことができるっていうことです。で、まあ、これもまあアカデミックフリーライセンスになっていて、まあ、研究で使う分には自由に使えますと。で、まあ、データ形式は先ほど少し紹介した KGML という若干特殊な形式になっているんですが、普通にインターネットで見る分には特に意識する必要はありません。で、まあ、こういうデータ形式になっているので、他のソフトとかでもまあ扱えますよというような形になっています。で、まあ、実際まあ見ていきますと、またですね、Google とかで KEGG と入れてもらえれば、この一番上に、京都エンサイクロペディア・オブ・ジーンズ・アンド・ゲノムスというふうになっているかと思うんですが、これがまあ KEGG の本体になります。まあ、こういうページになっているかと思います。で、おそらく日本語環境の PC です。アクセスすると、まあ、日本語のページが最初に出るんじゃないかと思うので、日本で作られているデータベースということもあって、まあ、日本語で扱える部分も多いので、まあ、扱いやすいんじゃないかと思います。で、まあ、実際にですね、この KEGG のデータベースをこれから見ていくんですけれども、まあ、いろんなデータベースの集合体になっているのが KEGG というもので、まあ、パスウェイっていうデータベースは代表のデータベースですが、まあ、それ以外にもいろいろ入ってます。まあ、もちろん遺伝子の情報も、化合物の情報も、最近だと医学的な健康関連の情報等も入ってるんですが、まあ、このトップページの中で、真ん中ら辺にあるこの KEGG2 っていうのを押してもらうとその次に進むかと思います。ですので
ここではこれですね、この部分、主要エントリーポイントの CAC2 というのを押してもらうと、テーブルオブコンテンツが出てきますので、まあ、ここを見てもらおうと思います。で、まあ、対象生物種を見るっていうのがその次の、まあ、スライドとして挙げてありますが、あのこのテーブルオブコンテンツの中のケッグオーガニズムっていうところを、まあ、クリックしてくださいということですね。まあ、このページの、この真ん中ら辺ですね、オーガニズムスペシフィックエントリーポイントというところの、まあ、ここの部分ですけれど、まあ、これを押してもらうと、このケッグっていうデータベースに今現在登録されている、まあ、ゲノム、生物種のまあコンプリートなゲノム配列になっているものですね、そういうものがリストされています。一番上にあの統計情報が載ってますけれども、まあ、真核生物で442、バクテリアだと4754、アーケアだと272の、ゲノムが登録されているという意味です。まあ、上からあのこうリストされていて一つずつ書いてありますけれども、まあ、ここから対象のものをまあ見ていくということになります。で、あのスライドに戻りますが、まあ、ケッグではこの3から4文字の独自の生物種コードを使ってますと書いてあります。で、今見てもらっているページのここの真ん中ら辺の部分ですけれども、まあ、これがそのケッグっていうデータベースでまあ使われているまあ、生き物を表すコードですね。一番上が HSA となってますが、これはホモサピエンスヒューマンですが、ホモサピエンスの頭文字を組み合わせて、まあ、HSA となっています。2個目がチンパンジーなんですが、これは PTR って、これもまあ頭文字をうまく組み合わせて作られている生物種コードで、あのまあ、有名な生物種というか、あのゲノムが早めに決まったものはこのルールのままあの名前がついているんですが、まあ、3文字で決まらないようなものとかは4文字になったりとかしているので、たまにちょっとパターンがずれているものもありますけれども、まあ、こういう、コードで、ケッグでは生き物のを表現していると。で、まあ、この生物種コードのまあ、リンクをクリックすると、まあ、種の情報が表示されますということです。で、あの、まあ、例えば今このスライドにはヒューマンと、まあ、ボノボですね、猿ですけれども、まあ、その2種類の、あのアノテーションについて、見ていくっていう形になっていて、先ほどの生物種コードのところを押してもらうと、この例えば HSA を押すとこの左側の部分が出てくるかと思います。で、実際押してみますが、このここの HSA の部分ですね。で、これを押すとこのホモサピエンスについてのゲノムの情報が出てきます。まあ、いろいろあの論文の情報がいっぱい出てきてますけれども、この一番上の方にあの、まあ、タキソノミー用の分類用の ID は T01001 ですっていうようなのが書いてあって、その次に、まあ、あの生物種のコードは HSA ですと、これはヒューマンで、これは NCBI のタキソノミコードは9606ですみたいなのが書いてあるんですけれども、この下の方にアノテーションっていう項目があるかと思います。で、ここが、現状ではマニュアルっていうふうになってます。で、これを例えば例で挙げてたこのボノボを押してみると、このアノテーションっていうところが、コアラっていう、まあ、ちょっと違うものになってるかと思います。で、これの意味が、まあ、ここにちょっとまとめてあるものなんですけれども、あのゲノム配列が決まって全ての遺伝子が分かった後に、その遺伝子がどういう機能かということをアノテーションする、まあ、機能を、まあ推定するっていうことをやるんですが、その時に、まあ、いわゆる専門家の人が手作業で、まあ、論文とかを使い論文を引くとかいろいろしながら、あのこの遺伝子配列はどういう意味があるかということをアノテーションしたものについては、まあ、このマニュアルでアノテーションしましたという意味でマニュアルという、
タグがついています。でそれに対して、まあ、コアラという、ボノボの時の例ですけど、コアラってなってるやつはこの S サーチっていうあのホモロジーサーチの、相動性検索を使って、自動アノテーションしましたっていうような、場合にこのコアラというようなものが書いてあります。で、まあ、それ以外にブラストコアラとかゴーストコアラとかっていう名称がたまに出てくるんですが、まあ、これはその相動性検索のツールが違ってるということなんですけれども、対象のゲノムの種類によってドラフトゲノムであればブラストコアラを使ってますと。でメタゲノムのような細菌のバクテリアが集合したような環境微生物群を扱うようなやつだとゴーストコアラっていうソフトを使ってアノテーションしてますということが書かれてあるので、基本的にはこのマニュアルでアノテーションされているものが一番信頼度が高いんですよというような扱いになるっていうことです。で、まあ、この場合だと人のゲノムはマニュアルで全部アノテーションされているということが分かるということです。で、このKEGのデータベースの中には先ほどの生物種の数の下に、ゲノムス、スピーシーズ、ジーナス、バイラス、メタっていう、種類のものが書かれてあるんですけれども、ゲノムって言ってるのがそのコンプリートに配列が決まったもの、主に NCBIFSEC っていう、ゲノム配列等を、まとめたところから、取られているもの、それ以外にジェンバンクに登録されている生物種のゲノムっていうのも扱われてますが、KEGの場合この REFSEC っていうのがよく使われてます。で、あとスピーシーズだとかジーナスだとか、ドラフトだとかメタゲノムだとかっていうので、分類されてるんですが、こういうデータが、登録されていて利用できるということです。で、ではですね、じゃあ実際パスウェイのマップを見ていきましょうというのがここからになります。で、トップページ情報の検索ボックスでリジンバイオシンセシスとかグライコリシスとかっていう単語を入力して、検索してみましょうということになっています。ですのでちょっとこっちに戻って、このここですね。この1個手前の方がいいですね。この一番トップページ、KEGの一番最初のところに戻ってここに入力してみましょう。ここではリジンバイオシンセシスで検索するのが例として入力されていますので、こちらではこれを使っていきますけれども、皆さん独自に興味のあるキーワード等を入れてもらえればいいかと思います。で検索すると、こういう、検索結果が出てきます。で、KEGっていうデータベースは先ほども言ったようにそのたくさんのデータベースの集合体になっているので、ここでは一番上は KEGパスウェイというデータベース内での検索結果、その次はモジュールっていうデータベースで、次がオーソロジーっていうデータベースでという形でいろんなその KEGの内のデータベースを網羅的に検索してくれています。でリジンバイオシンセシスの、パスウェイを見たいということですので、この一番上の、リジンバイオシンセシスとまさにその言葉が出てくるところが、それになっているわけですね。そこをクリックしていきます。で、スライドにも書いてありますけれども、同じ言葉であれば一番上に多分ヒットされますので、この場合も、リジンバイオシンセシスで一番上のマップ00300っていう ID のものが出てくるということになります。でその次のページに行くと、そのマップの中身が見れるわけですが、各パスウェイの情報を見るためのこのマップ ID ごとに見ることになるんですけれども、マップの画像、パスウェイマップの画像がちょっと縮小された形で出てくるかと思います。実際こういう形ですね。でこれもこのパスウェイマップを作るのに参考にしているその論文等の情報とかが下にいろいろ書いてありますので、たくさん論文の引用がされてますけれども、
こういうのに基づいてこのパスウェイマップが作られてますということになります。で、まあ、その次この、真ん中にあるマップ00300という、まあ、マップ ID のところを、クリックして次を見てみましょうということになってますが、実際やってみます。でここをクリックすると、より拡大されて、インタラクティブに操作できる、パスウェイマップが見れるようになりますと、まあ、リジンバイオシンセスのパスウェイはこうなってますということです。でこのパスウェイマップなんですけれども、もともとその、まあ、色のついてない白い、ダイアグラムで、こう絵が作られるので、まあ、それが今見えているかと思います。で、まあ、先ほどから言っているようにその専門家とされている人が、まあ、マニュアリーに、まあ文献から情報を取ってきてこのパスウェイを作っているんですが、まあ、こういうこの白い、白地図になっているものをいわゆるリファレンスパスウェイと呼んでいて、これがベースになって、これに対していろんなゲノムの情報をマッピングするというようなことになります。で、ダイアグラムの意味としては先ほどと同じで、ボックスが、まあ、四角が、まあ、遺伝子とか酵素を表していて、あるいはタンパク質を表しています。で丸はまあ代謝産物で、まあ化合物ですね、まあ、そういうものを表していますと。で、まあ、細かな説明はヘルプからも見れますよということで、ヘルプを押してもらうと、まあ、この右側にあるみたいな、ダイアグラムそのものの説明がいろいろ出てくるかと思います。で、まあ、ここでその好きな生物のパスウェイを見るっていう項目になってますけれども、プルダウンメニューから生き物の名前を選択してもらうと、まあ、その生き物が、このパスウェイを持ってる持ってないっていうのが、遺伝子をマッピングする形で見れるようになります。で、まあ、見てもらうと分かるんですが、リストの中身が非常に多いので、アルファベット順に並べ替えるとか、絞り込みするっていう別のオプションを使いながら、必要としている生き物の名前を選んでいくということになります。つまりここのこのリファレンスパスウェイって今なっているところの中身なんですけれども、非常に多くの、生物種名が書かれてありますので、なかなか思ったものに到達できないかもしれませんけれども、その時にこのアルファベット順にソートするとか、パーソナライズドメニューっていうのをまあ使うとか、まあ、そういうことをやって、絞り込んでいくっていう形になります。で、まあどれでもいいんですけれど、まあ、なんか選んでもらってこの Go の部分を押してもらうと、まあ、その生き物の遺伝子でこのリジンバイオシンセシスでマッピングできるところは、まあ、色がつくっていう形になります。この場合、まあ、どんな生き物か僕もよく分かんないですけど、適当に選んだので、このアラキスイピアンシスっていう生き物は、こういう遺伝子を持っていて、ここの部分の代謝はありそうだということが分かるということですね。で、まあ、こういうアプローチ、このパスウェイマップを選んで、そのパスウェイマップに対して、どの生き物でマッピングするかっていうのを決めるっていうやり方に対して、まあ、別のアプローチとしては、まあ、種とか属でまとまったパスウェイ、ドラフトゲノム、メタゲノムのパスウェイをここからまあ直接は選べないので、その生物種のリストから、選ぶっていうようなアプローチもあるっていうことがここで紹介されています。で、先ほどの、生物種のリストのページに行くと、まあ、どの生き物でもいいんですけれども、ここではこの ECO という大腸菌を選んだパターンの話が出ています。で、それをやろうと思うのでちょっと戻りますが、もう一度さっきと同じでここから行くとこの KEG2 に行って、KEG オーガニズムスを選んで、まあ、ここに生物種コードがあります。で、スライドの例では大腸菌を選んでるんですが、まあ、大腸菌はバクテリアですのでだいぶ下の方になっていて、ここからプロカリオートのセクションですので、ここの部分ですね、これが
大腸菌の生物種コードで ECO になっているので、まあ、これを選ぶと、まあ、大腸菌のゲノムの情報が出てきますと。でアノテーションは、まあ、マニュアルになっているので、まあ、手作業でアノテーションされた結果だということが分かります。でこの段階でこの上のメニューからパスウェイマップというのを選ぼうというのが今のスライドでの話になります。でこのパスウェイマップここの部分ですけれども、まあ、これを選んでみましょうということですね。でそうするとその扱われているパスウェイのリストが出てきますので、まあ、その中で一つ興味のあるようなものを選べばそれが見れますということですが、まあ、今回はリジンバイオシンセシスを代表で扱ってますので、まあ、それを選ぼうということです。でここのアミノ酸メタボリズム、アミノアシドメタボリズムの中に、まあ、リジンバイオシンセシスというのがあります。00300の ID のところですね。で分からなさそうだったら検索してもらえればすぐ出てくるかと思います。でこのリジンバイオシンセシスを押してあげると、まあ、この大腸菌の K12MG1655 株の、まあ、ゲノムで、このリジンの整合性経路にマッピングすると、まあ、この部分この緑になっている部分が、代謝系として存在するっていうことが、まあ、分かります。まあ、ですので、先ほど適当に選んだ生き物だと、この辺までしかなかったんですけれども、まあ、この大腸菌の MG1655 株だと、まあ、この L アスパルテートから順に代謝が進んで、このここまでですね、次のパスウェイの手前のところまで正しくつながっていますので、ここまで行く、あるいはさらにここの先にこの L リジンのところまでちゃんと行くっていうのが絵として分かるということになります。で、まあ、こういう機能をどうやって実現しているかっていうことの、まあ、簡単な説明なんですけれども、もともとリファレンスパスウェイって言ってるパスウェイはいろんな生き物の、酵素反応の、集合体になっていて、まあ、これが、まあ、いわゆる白地図でリファレンスになっていると。でそこにその各、まあ、ボックスの中を表している酵素をどの生き物が持ってるかというそういう情報に基づいてマッピングを行っています。でここの絵に表しているまあ、こういうそのリファレンスパスウェイに対してこの部分が人の遺伝子ではこれですよと化合物 A から B に触媒反応が進みますという既存の知識がある場合にそれが絵として表現されていることになるわけですね。でこの場合にこの人の遺伝子がこの酵素反応をするっていうのが分かったときにこの同じ遺伝子のまあ、オーソログっていうそのホモロジーの高いものですね、配列がよく似ていて同じ機能を担うっていうような、遺伝子があれば同じ場所に、同じ機能として、触媒反応をするに違いないと、まあ、思えますので、まあ、そういうオーソロググループっていうのを決めてあげるとこの同じ遺伝子のオーソログは違う生き物では何かっていうのが分かりますので。どの生き物でどのオーソロググループを持っているかということが分かれば生き物ごとにマッピングできるということになります。で、まあ、こういうのをその、まあ、データベースを作る過程で計算した上で、マッピングに利用しているということです。この右側の絵のように、まあ、いろんな生き物でマッピングできるできないっていう遺伝子が変わってくるっていうことなんですが、まあ、それがオーソログベースで管理されているということです。では次オーバービューマップを見るっていうところなんですが、この KEG パスウェイ HTML っていうこの URL のところからなんですけれども、さっきのですねパスウェイのちょっと待ってくださいね、この一番元のところに戻るとこの最初のページで言うと
ょっと待ってますね。この1個手前がトップページですね。ここの一番最初のページで言うと、このパスウェイ、ケッグパスウェイっていうのが真ん中ら辺にありますが、先ほどのケッグ2のちょっと下ですね。ここから行ってもらうと、こういうパスウェイのリストが出てきます。で、今のグローバルパスウェイって言ってるのは、この 1.0 グローバル&オーバービューマップのところですので、まあ、ここを見てもらうということになります。で、このメタボリックパスウェイズっていうのをクリックすると、全体のグローバルマップが見れるんですけれど、この右側にケッグアトラスっていうのが書いてあるかと思います。ここの部分ですね、ここの部分ですけれども、このケッグアトラスっていうのは、このスライドの説明にもありますように、 Java で動いているビューワーで、まあ、ぐりぐり動かしながら見れるようなものなんですけれども、そういうので全体像を見るということもできるんですが、まあ、今回はウェブブラウザ上で見れるようにっていうことで、その左側のメタボリックパスウェイズというところをクリックしてもらうと、そうするとまあこういう絵が出てくるはずです。ここですね、このグローバル&オーバービューマップの01100の ID のところですけれども。で、まあ、これがそのケッグで扱っているパスウェイ全体を表したもので、最初にまあロッシュの代謝マップを見てもらったのと同じで、全体が結合されて一つの大きな代謝系になっているようなマップを扱う部分になります。で、まあ、こういうのをまあ見れるんですけれども、これもそのプルダウンメニューから生物種を選んで、まあ続きに進んでもらうと、マッピングができるということになります。この上の部分ですが、まあ、ここで、まあ、どれでもいいんですけれども、例えば適当に選んだものを押してやると、これでこの生き物が持っているところは色が残っているんですが、まあ、この辺の持ってない部分っていうのが、グレーになりますので、全体的にどういう代謝系があって、どういう代謝系がないかっていうのをオーバービューできますというような形になってます。で、まあ、これをこういうのをさらに疾患ベースで見ていこうというのが、ここからのスライドの説明になりますが、人の疾患パスウェイを見るっていう部分で、この URL にあるところに行ってもらえれば、まあ、出てくるんですけれども、先ほどのパスウェイのリストの下の方にあります。で、がんとか免疫疾患とか、まあ、神経変性疾患とか、まあ、いろんな疾患に関するパスウェイですね、まあ、どういう遺伝子が病気に関わっているかという代謝系が、見れるようになっています。で、今回この資料では大腸がんを例に今見ていきましょうということで、この6の2キャンサーズスペシフィックタイプスのコロレクタルキャンサーを見ていこうと思います。なので、ここからちょっと戻ってもらって、このケッグパスウェイのデータベースの下の方ですね、かなり下なんですけれど、この6のカテゴリー、ヒューマンディジーズのところに6の1キャンサーズのオーバービューと6の2のキャンサーズスペシフィックタイプというのがあります。で、コロレクタルキャンサー、大腸がんをまあ例に取ろうということなので、この一番上のコロレクタルキャンサーをまあ押してもらうと、そうすると、まあ、こういう大腸がんに関係のある、代謝系のマップが見れるようになるかと思います。で、これをさらにプルダウンメニューからこのホモサピエンスプラスディジースドラッグっていうのをまあ選びましょうということになっていますので、まあ、ちょっと選んでみますと、すでに選ばれているのがホモサピエンスヒューマンというところで、その下にホモサピエンスヒューマンプラスディジーススラッシュドラッグっていうのがあります。まあ、これを選んで、まあ、Go ってやってあげると、まあ、マッピングされます。スライドにあるのと同じ絵になるかと思うんですが、でこれはピンク色の、色で表現されているボックスは、まあ、疾患の原因遺伝子と推測されている、まあ、ものの部分が、まあ、ピンクで表されていて、
でライトブルーってまあちょっと青っぽい色になっているところは、医薬品のターゲットになるような遺伝子を表していますと。で、まあ、そういうのがまあ見れるわけなんで、まあ、この絵であるように、まあ、ここの KRAS とかはまあ特に有名ですけれども、まあ、こういう疾患のこのがんの大腸がんの原因になるようなものがピンク色になっているということですね。で、まあ、半分この青い色がついているところ、あるいはこういうこう完全に青い色になっているところは、医薬品のターゲットになっているっていうような部分ですので、少なくともこの大腸がんに関して言うと、比較的その、まあ、おそらく分子標的薬みたいなやつのターゲットが入ってるんですけれども、まあ、そういうものがどの辺に分布していて、どのあたりの遺伝子は、医薬品が開発されていないかっていうようなところも、まあ、こういうのを見ると分かるかと思います。もうこの下の部分で言うと、まあ、EGFR みたいなあのレセプターだと当然あのがんの原因にもなりますし、EGFR 阻害薬っていう薬がありますので、まあ、そういうのがちゃんと表現されているというようなことですね。まあ、こういうのが分かりますというのがこのヒト疾患パスウェイの部分となります。で次にあの、まあ、主観比較をするっていうセクションになってますけれども、あのケッグデータベースには先ほどご紹介したように、まあ、数千の生物種が、まあ、ゲノム配列が登録されています。で、まあ、これを、まあ、比較することができる、まあ、機能があるっていうことの紹介になります。で、まあ、この URL に行ってくださいということなんですが、まあ、ケッグ2のページに行ってでケッグゲノムのリンクをクリックしましょうということです。まあ、ちょっと一旦戻ってみてケッグ2のページの、ここの部分ですね、この真ん中ら辺に、ゲノミックインフォメーションっていうセクションの真ん中ら辺にケッグゲノムというのがあります。でこれを、クリックすると、まあ、ケッグゲノムデータベースのページになります。こんな感じです。で、まあ、そこで、この真ん中ら辺にあるケッグマッピングフォーゲノムコンパリソン&コンビネーションっていうところを、まあ、見てもらって、そこに、入力できるテキストボックスがありますので、ECO スペース ECS っていうのをまあ入力して、まあ、GO を押してくださいということになってます。でこの ECO っていうのは先ほど、マップを見た、普通の大腸菌ですね、病原性のない大腸菌です。で ECS って言ってるのはあのケッグで、ECS っていう生物種コードになっているものは、O157 の病原性大腸菌になります。まあ、なのでこの2つの、病原性あるなしの大腸菌を、まあ、比較しましょうというのがここからのセクションです。で、まあ、このケッグゲノムのページのとですね、ここですね、ケッグマッピングフォーゲノムコンパリソン&コンビネーション、ここの中に、入れてみましょうということです。ですのでこういう感じで ECO スペース ECS という形でまあ入れてみます。でそうするとあの、まあ、この生物種コードを解釈して、まあ、それぞれあのこういう生き物ですよというのがまあ出てくるかと思います。で、まあ、それが出てきて、まあ、そのページの上のメニューのところにパスウェイマップっていうふうになっていますので、まあここを押してもらうということになります。で、なのでここで言うとここの部分ですね。パスウェイマップを押すと、その比較できる、パスウェイが、まあ、リストとしてずらっと出てきます。で、あの、まあ、どのパスウェイを見てもらってもいいんですけれども、ここでは、この例ではストレートサイクル TCA サイクルをまあ見てます。まあ、なので TCA サイクルを見てみましょう。このメタボリズムの項目のカーボハイドレートメタボリズムの2番目00020が TCA サイクルですので、まあ、これを見てみますと、まあ、こういうようにスライドにあるのと同じ図になるかと思います。で緑と赤で色分けされているわけですが、ここで、まあ、前者が持っている遺伝子を緑、後者が持っている遺伝子をピンクで表すという
定義になっていますので、つまり ECO の非病原性の普通の大腸菌は緑で、病原性大腸菌の方がピンクになっているということですね。まあ、なのでこの場合、まあ、どちらの病原性あるなしにかかわらず、この TCA サイクルは同じ遺伝子を持っているということがわかります。で、まあ、次にですね、TCA サイクルではなくてこのバクテリアルシークリーションシステムの、まあ、マップ、まあ、分泌装置の、マップですね。で03070番のこのマップを見てみましょうということになります。でまあそれを探しますと、まあちょっとこれを上から順に見てもわからないので03070を検索しましょう。そうするとここに見つかりました。エンバイロンメンタルインフォメーションプロセッシングの中のメンブラントランスポートの一番下のこの3番目ですね、03070バクテリアルシークリーションシステムです。まあ、ここをクリックするとまあ、その分泌装置の構造とともに下側に、どの、タイプのものにマップされたかということが、見てわかるかと思います。でこの結果を見ると、例えばタイプ1タイプ2あたりだと、両方のピンクと、緑が両方ついていますので、病原性ありなしにかかわらず、まあ、両方持ってそうだということが分かります。でそれに対してタイプ3のここの部分とタイプ6のここの部分はピンク色のみしか色がついていません。でもう一個戻るとピンク色は後者の方で、これは ECS で定義した病原性大腸菌の方ですので、つまり、まあ、ここに図もありますけど、このタイプ3とかは病原性大腸菌が特殊に持っているものだということがこのパスウェイマッピングの結果から分かります。ですのでこの大腸菌が病原性を持つっていう時にこういう分泌装置が機能してるんだろうということがパスウェイから分かるんじゃないかというような話になります。でさらにこれ病原性大腸菌を扱ってますので、このパソジェニック、まあ、エシェリキアコーラインインフェクションっていうパスウェイがあるっていうことで、まあ、それも見ていきましょうということです。このインフェクシャスディジースっていうところに含まれているようですので、まあ、ちょっと戻って見ていきましょう。でそれがサクッと見つかればそれでいいんですけれど、ここですね、インフェクシャスディジースバクテリアルで、ここの、どこだったっけ、パソジェニックエシェリキアコーライインフェクションですので、上から3つ目05130ですね。でこれをまあ見ましょうということになります。でこれ病原性大腸菌の感染に関するパスウェイっていうことで、この、まあ、パスウェイを見る限りピンク色の、まあ、ボックスしか、まあ、出てこないということで、少なくとも O157 みたいな、まあ、病原性大腸菌 ECS で、まあ、表現されているゲノムの中にある遺伝子としては、この大腸菌感染の病原性大腸菌感染のパスウェイに出てくるものを持っていると、逆に病原性のない普通の MG1655 株なんかは、まあ、このパスウェイに相当する遺伝子は1個も持ってないっていうことがこれでわかるかと思います。まあ、ですので、まあ、ちょっとこの病原性大腸菌の感染経路についてのパスウェイは、まあ、大腸菌に特異的なものですので、まあ、すごいスペシフィックにはなりますけれども、パスウェイを見る、まあ、比較するときに、まあ、対象の生き物と比べて、まあ、あるなしっていうのが、まあ、こういう形で分かるようになりますので、
まあ、この大腸菌の病原性に限らず、まあ、いろんなフェノタイプで検索してもらうと、まあ、そういうのが見えてくるんじゃないかと思われます。で次、その今までは、まあ、大腸菌っていう、同じ、まあ、生物種の、まあ、菌株の違いっていうのを比較してたわけですけれど、まあ、次はアブラムシと、まあ、ブフネラっていう、まあ、生き物との間の比較をしましょうという、セクションになります。で、まあ、アブラムシにはこのブフネラっていう細菌が感染、まあ、共生していて、まあ、一緒に生きていると、お互いいないといけないっていうような、まあ、共生関係の生き物ですので、それがパスウェイの中にどういうふうに現れているかっていうのがこれで検索できますよという例になります。で、この先ほどの一番最初 ECO と ECS っていうところに入れたと思うんですが、それをですね、この API と BUC っていうのに、まあ、変えましょうということです。ですのでちょっと戻りまして、ここの中にですね、API と BUC ですね、 API と BUC と入れて、まあ、検索すると、そうすると、まあ、API は、この Pafide っていうのと、これがアブラムシですね。で BUC がこれがブフネラですよということがちゃんと検索されました。で、まあ、これのパスウェイマップをまた同じように見ていきましょうということです。で、まあ、ここではですね、バリン、ロイシン、イソロイシンバイオシンセシスマップ00290というのをまあ見ています。ですので、まあ、それを探すわけですが、まあ、検索してもらってもすぐ出てくると思うんですけれども、このアミノ酸の代謝ですので、アミノアシッドメタボリズムの中の、バリン、ロイシン、イソロイシンバイオシンセシス00290、これですね、まあ、これをまあクリックしてもらうと、そうすると、まあ、こういう形で出てくるわけですが、まあ、ピンクと緑が、ちょうど分かれてるかと思います。で、例えばここですとイソロイシン、ここだと、まあ、バリン、ここだとロイシンの合成の最終の部分なんですが、まあ、この最後の部分に関しては、緑の色がついていますが、その手前まではピンク色の色がついているかと思います。で、今の検索ではピンク色が、まあ、ブフネラの方ですので、ブフネラ側の、代謝系でこの手前までは合成できる。で、その次に、アブラムシの方ですけれどが、その最後の工程だけを、代謝することによってこの3種類の、まあ、アミノ酸を合成しているんではないかということが、このパスウェイマッピングから読み取れるかと思います。で、まあ、こういうそのアミノ酸合成とかを、まあ、持ちつ持たれつで、協力してやるっていうようなことが、まあ、このブフネラとアブラムシの間の、共生関係として成り立ってるんではないかというようなことが、まあ、ここからまあ若干見えてくるかなというようなものです。まあ、他のアミノ酸合成系とかを見てもらっても似たような形になってるかと思うので、いろいろ見ていただければいいんじゃないかと思います。で、まあ、オーバービューマップっていう全体を見るとこうなるっていうことなんですけれども、一個戻る と、一番上の方ですね、メタボリックパスウェイっていうこの01100が全体のパスウェイですので、まあ、これを見てもらうと先ほどのスライドと同じ図が出てくるかと思います。で、まあ、緑とピンクの色の部分っていうのは今までの定義と同じですが、ここで青い色になっているのが、まあ、共通の部分で、まあ、共通の部分と、まあ、それぞれが持っている部分っていうのが、
まあ、お互いこうつながり合って全体のパスウェイ広くカバーしているということが分かるかと思います。まあ、ですので、まあ、この共生関係で代謝系代謝自体をうまくやり取りしているっていうようなことが、まあ、こういう見方でも分かるかと思います。でその次ですけれども、まあ、サンプルデータのマッピングとなっていて、データを自身のデータを、まあ、マッピングするようなことができるっていう機能が KEGG には備わっています。でも KEGG マッパーと呼んでいるんですけれども、まあ、この KEGG マッパーの機能を使うと、まあ、もちろん例で挙げられているようなものもそうなんですが、ご自身がお持ちのデータのマッピングっていうのも可能になります。で、まあ、その例がここでこれからやっていくような部分になるんですけれど、KEGG ではこのマッピングの仕方が、まあ、何種類かあって、それぞれちょっとずつ、特徴があるんですけれども、まあ、今回使うのがこのサーチ&カラーパスウェイというところになります。で、KEGG マッパーっていうのは、このGoogle とかで検索してもらっても出てくるとは思うんですけれど、ですね、このトップページでいうと一番下の方に解析ツールっていうのがあって、まあ、この上に KEGG マッパーっていうのがあります。でこれを押してもらうと、まあ、マッピングするためのツールがいろいろありますよというのが出てくるわけなんですけれども、今回はこのパスウェイマッピングツールズの真ん中の Search & Color Pathway っていうのを選んでみましょう。まあ、そうするとこういうページが出てきます。で、まあ、このスライドの例で言うと右の、まあ、エグザンプルから一回試してみましょうということになっていまして、このエグザンプルの中でこのホモサピエンスパスウェイっていうのを選ぶっていうことですね。実際選んでみますと、これを選ぶと、まあ、このボックスの中に、まあ、例なんですごく少ないですけれども、自動的にこの、入力されます。これをエグゼックとやってあげると、その ID が、含まれているパスウェイっていうのが、まあ、検索結果として出てきます。で、まあ、どれでも、好きなものをクリックすると、まあ、このような形で出てきて、まあ、これだとここの部分がありますよというふうに見えますが、まあ、ちょっとこれだとパスウェイが大きいですので、この真ん中ら辺の、グライコリシス、まあ、回答系をちょっと選んでみましょう。まあ、そうすると、まあ、この回答系の中のこの部分ですよということが、まあ、分かるという形で、これでこの酵素とこの化合物がマッピングされましたということになります。この例でもそうですね。で、まあ、若干これだと数が少なめなのでちょっと面白みがないんですが、例えばここではチンパンジーの遺伝子をマッピングしましょうという例になっていて、まあ続きをやりたいと思いますが、このチンパンジーの遺伝子をマッピングするっていうところで、このスライドに例として挙げているこの辺の、まあ、ID を、まあ、入力してもらわないといけないのでちょっと面倒くさいんですけれども、これを、まあ、一個ずつ、まあ、入れてもらえればいいんですが、まあ、そうすると、まあ、チンパンジーの検索ができるっていうことになります。でその時に、まあ、チンパンジーの生物種コードを入力する必要があるんですけれど、まあ、コードが何千種類っていう生物種を扱っていますので、まあ、全部を覚えているわけではないですので、まあ、それを検索するっていうための方法がありますよというのがここに出ています。で、実際ちょっとやってみると、ですね、オルグボタンをここで、このスライドにあるようにこのオルグボタンをクリックしてポップアップウィンドウで生物種名を検索するとなってます。でここではすでに HSA ってなってますが、これをクリックしてここに出てくる、ここの中にチンパンジーですので、
チンプと入れてあげると、まあ、その候補が出てくるわけですが、まあ、これ1個しかないので、このチンパンジーだっていうこの PTR っていう生物種コードになっているものを選ぶと。で、まあ、これをセレクトしてあげると、まあ、あのここに先ほどまで HSA だったものが PTR に変わっているかと思うんですが、まあ、こういう形で、入力されます。で、まあ、これにここでまあ生物種を選べたので、あとは検索したい ID をこのボックスの中に入れてあればいいということになります。で、あの、まあ、これを入れてあげて、先ほどと同じようにエグゼックしてあげると、この次にあるように、検索結果の、ID がヒットしたパスウェイというのは、まあ、こういうような形で出てきて、まあ、ここではこの TCA サイクルの結果を見る形になっていますが、実際見てみますと、まあ、こういうマップが出てくるかと思います。ちょっと ID と色のやつをたくさん入れるので、めんどくさいかと思いますけれど、ここでは何が言いたいかというと、この手前で入力しているこの左側の453039みたいなのは、チンパンジーの遺伝子の ID になっているわけですが、その次にまあ、レッドとかコーラルとかグレイレッドみたいな、あの色を指定する形になっています。で、これあの好きな色を指定できるので、まあ、いろいろ書き方があるので、いろんな書き方がここに載っていますけれど、このレッドとかグレイとかブルーとかっていう言葉で表す時と、このシャープ FBFB88 みたいに色のコードで表すこともできるんですが、まあ、こういう形でいろんなカラーで好きなように色付けできますので、まあ、その結果こういう形で色がついてます。で、1色しか指定しなかった場合はこのそれぞれの色しかつきませんが、2色指定した場合はこの内側の色と、まあ、文字とこの枠の色っていうのを分けて指定することができますので、まあ、こういうそのビジュアライズの機能をうまく使うと、面白い絵を作るっていうようなこともできますので、まあ、この辺は工夫のしがいがあるかなと思います。で、次が、数値データ。今まではあるなししか見てなかったわけですが、まあ、ここからは数値のデータをマッピングしてみましょうという部分の例です。で、数値データのマッピングはこのカラーパスウェイっていうのを使いますとなってます。とですね、このカラーパスウェイって言ってるのが先ほどの、さっきはこのサーチ&カラーパスウェイを選んだわけですが、この1個下の項目カラーパスウェイっていうのを選んでくださいということになります。で、右のサンプルニューメリカルバリューというカラーを選択するっていうふうになっていて、まあ、そうすると、そういうデータが選べますので、ここのニューメリカルバリューというカラーっていうのを選んでみます。で、そうするとこの HSA コロン25っていう、これはまあ人の遺伝子を表している ID ですけれども、まあ、その横に、数値が入ると、まあ、例えば遺伝子の発現であるとか、まあ、そういう何かしらの、数値データがあった場合に、まあ、こういうのをまあ使うことができると。で、これをエグゼックしてあげると、こんな感じでですね、これは大きな、パスウェイの中に、色がつく形で出てきます。で、これがまあ赤くなっていて、こっちは黄色くなっていてっていうふうにマッピングされてます。で、まあ、これと同じですね、まあ、こういう形で色に応じて、数値に応じて色付けするっていうようなことを行うことができるっていうのが、まあ、この機能になります。で、ここの部分をもう一つ別のオプションで選んであげると、ここがですね、このニューメリカルバリュートゥーグラフっていうのを選んであげると、まあ、自動的にこのオプションのところが、ニューメリカルバリューコンバーテッドトゥー 3D バーグラフとなりますが、まあ、これを実行してあげると、こんな形でその数字情報に合わせて各ボックスにこのバーが立つようになります。
で 3D 的に表現できますので、まあ、こういう見方もまあ利用することによって、まあ、あの全体像を把握するっていうことがまあしやすくなるかなというようなそういう機能ということになります。で続いてあの今まではその KEG っていうデータベースに登録されているまあヒューマンであるとか、大腸菌であるとか、まあ、そういうゲノムの情報を使って、パスウェイにマッピングするっていうことを行っていたんですけれども、あのここからは KEG に登録されていない遺伝子っていうのをどうやって扱うかというところをご紹介したいと思います。で、KEG に登録されている配列データというのはいっぱいあるんですけれども、まあ、その、まあ、遺伝子の配列、まあ、タンパク質の配列と、まあ、ホモロジーとかを計算することによって、登録されていないものも、アサインできるようになります。そのために使う機能としてはこのカースっていうものとか、まあ、ブラストコアラ、ゴーストコアラって最初にちらっと紹介したやつですけれども、まあ、こういうのを使うんですが、まあ、ここではこのカースっていう自動アノテーションシステムについてご紹介しようと思います。で、あの、まあ、この KAAS でカースって発音するんですが、あの、まあ、この URL のところに行けば出てくると。で、これはですね、例えば、ケグカースとかで検索してあげると多分一番上に出てくるんですけれども、まあ、このいうサイトになります。で、何をやってるかということなんですが、その配列類似性、まあ、ホモロジーの計算をまあやって、ユーザー自身が持っているまあ遺伝子とかタンパクの配列がケグデータベースに登録されているものの、まあ、どれに一番近いかということをまあ計算するというようなことをやります。で、まあ、このカースっていうのが使ってる、まあ、アルゴリズムというかそのツールをさらにまあ高速に動かすことを想定したのがこのブラストコアラとかゴーストコアラというやつなんですが、まあ、本質的には同じようなことをやっていて、この2種類の、まあ、あの生物種のゲノムがあったときに、まあ、お互いどれが一番似てるかっていうのをいろいろ全部検索すると、どれとどれが最も近いかということが分かるっていうようなことを、まあ、行います。で、あの、まあ、ここではブラストコアラを使ったパスウェイマッピングってなってますけれども、あのこのカースっていうのはあの若干計算時間がかかりますので、この例では、まあ、ブラストコアラの方になってますけれども、これはこの URL に行ってもらうと出てくるっていうことですが、ですね、コアラ、まあこういうサイトになってます。で、あの、まあ、エグザンプルのシーケンステキストをコピー&ペーストして、まあ、検索するっていうことなんですが、まあ、これも若干その時間かかるんですけれど、まあ、こういうのをこれを動かすと、まあ、アノテーションが自動でできるということになります。で、そうですね、この例だとそのケッグマッパーの方に行ってますね。ちょっと待ってくださいね。ケッグマッパーなのでさっきのところにちょっと戻ってですね、このアノテートシーケンスっていうところ、ここにちょっと行ってもらうと、もう一回言うと、ケッグマッパーのところですので、このケッグマッパーのサイトの左のメニューの中で、アノテートシーケンスっていうところに行くと、まあ、あのシーケンス例も含めて、このブラストコアラでのアノテーションの例が出てきてます。このシーケンステキストっていうのをまあ押してもらうと、まあ、こういう感じで、あの例として使うため の、 あのアミノ酸配列、タンパク質の配列がずらっと出てきます。例えばこれを全部コピーして、このエンターファスタシーケンスというところに入れるというようなことをまあ想定しています。で、この時にあのこのシーケンステキストの中身なんですが、
このサンプルがブフネラの仲間のデータになっていますので、検索対象をブフネラのデータにするっていうふうにした方が検索が早いので、そういうのを使ってくださいというようなのがここには書かれていますが、このファミリー&ジーナスのところで、ブフネラのここじゃない、ここですね、ブフネラのこれを選択するっていうことをすると、より高速に実行できますよということです。これを、もっと全体のやつを使うこともできるんですが、今は時間の節約のためにこういうことをやります。で、これをエグゼックって押してあげると、実際計算が動き出して、これはその京都の大型計算機の中で、計算が動き出します。で、数分待つと、スライドではなってますけれど、先ほどの DDBJ で検索するみたいなチップアトラスのやつもそうなんですが、混んでる場合は若干時間かかりますけれども、数分 4,5 分ぐらいで結果が出ることもあると思います。で、このページしばらく待ってないといけないので、お手元のパソコンではもうすでに結果が出ている方もいるかと思うんですが、これを進めてあげると、こういう結果のページが出てくると思います。で、ここではその先ほどの配列、例として使った配列、タンパク質配列が、どれに一番近いかっていうのを検索した上で、どのオーソログループかっていうことが決まりますので、それに基づいて、パスウェイにマッピングするっていうことができるようになると。なので、この結果の中で、リーコンストラクトパスウェイっていうところを選んでもらうと、その結果を、マッピングすることができると。終わってますね。なので 2,3 分で終わるぐらいの計算だったということになりますが、スライドにあるのと同じ図になっています。で、このリコンストラクトパスウェイのところを押してあげると、このように、いつものようにそのマッピングできるようになるということです。で、どれでもいいんですけれども、何かしらパスウェイを見てやると、これだと回答系ですけれど、この入力した配列群、例えばご自身でゲノムを決めて遺伝子予測をした結果得られた配列っていうのを、ここでアノテーションしたっていうような形の場合は、その新規ゲノムっていうのが、これだと回答系のパスウェイですので、この辺の回答系は正しく、遺伝子を持ってそうだということが、こういうのを見てわかるということだと思います。で、他にもブライトとかモジュールとかって、結局の別のデータベースのデータへのマッピング結果っていうのも同時に出てくることにはなってますが、そういうのも含めて、新規に決めたゲノム配列であるとか遺伝子配列、タンパク質配列をマッピングするっていうことができるということになります。で、同時にですね、このスライドの例ではオーバービューマップ、一番上のこの大きなやつですけれども、これも見てみましょうというような形になっていますけれど、こんな形で全体のリファレンスパスウェイの中にマッピングすると、当然その単一のバクテリアの遺伝子をマッピングしているだけですので、余白がいっぱいありますが、この色のついているところは、正しく遺伝子を持っているっていうことが、推測されたということになるということです。で、一応今回用意したスライドはここまでで、主にケッグでできる、パスウェイマッピングの解析っていうのを、ご自身のデータでも一応できるようになるっていうところまでを、一応講習として、今回お伝えしたというような流れになります。ありがとうございました。